当だったんだ。来い、息を消すぞ。なら登る。そうだ、巨人はいなくなる前、ミズガルズの山に来てたって母上が言ってた。消えた。そう、ある日突然消えたって。理由も分かってない。故郷へ戻ったのかもしれん。ヨトゥンヘイムにかもね。山の顔は特別な巨人に捧げたものなのかな。入り口だ、着いたよ。闇の息だ。巨人なんていないよね。誰なんだろう。渡れない。でも台座がある。これは何と。繋がれた獣と怯える奴隷。根を張りしきも我を知らぬ。床を見ろ。意味が通じないよ。何か足りない。ダメか。
人にとって大事な場所なんだね。試されてるみたい。それが答えか。自由。ああ、なるほど。やってみろ。はい、触れるさ。どうなってるの？ああ、橋が出るのかと思った。巨人どもに試されているのか。結晶が置かれてるね。灯してみる。ディアスタ、これでいい？降りてから上がるのかな。この通路は巨人には小さすぎるな。なぜ笑う？ごめん、冗談かと思った。ふざけたことなどない。そうだった。父上は歴史に興味がないんだっけ。巨人はただの種族だ。エルフみたいな。大きいとは、彼は大きいってことにもなるけど、でも彼しかいないし。
こいつらがわかるか？人間みたい。巨人じゃない。そう、盗っ人どもだ。罠で死んだ。そっか、だから僕たちが通れるのか。死者にも油断はするな。ゾウだ、渡れたんだね。なんと書いてある？わかった。この鹿、デュラスロールだ。世界中にいる4頭のうちの1頭だ。巨人が眠る間、ヨトゥンヘイムの門を守ってる。まだいるかな？分からんな。長が目指す場所、道を探す。うわ、世界で一番高い山、巨人の山だったって知ってたのかな。いいや、遺言を伝えた時、ここまで複雑だとは知らなかったはず。名前だと思う。ハラーズリール。
恐怖って意味。あれは？なんだろう、動物の皮につながってる糸にろうそくが絡まってる。灯火かな。でも芯がない。そんなものは無用だ。リフレストの光がある。この爪が山頂まで達していれば終わりは近い。分かった。どうやって使うの？この上で何か動かせそうだよ。貨車だ。使えるかもね。どうにか動かさないと。は動かせないね。この仕掛けはドワーフのに似てるけど、石の採掘はヨトゥンのものだね。きっと巨人は山を採掘していただけじゃなくて住んでいたのかも。明かりの横に歯車の仕掛けとロープがある。なんだろう。了解。変なの。どうした。ヨトゥンのみって文のすぐ下にドワーフもって書いてある。僕らも書き足す。いいや。仕組みが分かった。あそこに爪があるから、これを動かせれば。捕まっちゃった。迂闊だったな。はい、ごめんなさい。あそこに上への道があるかもしれない。あの
せたらだけど。合図して！キュアスター全部やめた方がいいと思う。ロープが切れちゃう。お前の失態で挟まったロープをどうにかしなければな。空いた通路から上に行けるかも。行けばわかる。山のドラウグルを目覚めさせたのはどこらどいつかと思ってんだ。おめえらだ。闇の息を避ける道を知っていただと。おめえらを連れていけるなら俺だってその引け道を知ってるってだけだよ。その昔一族がこの店をやってたからな。予天の罠を改造して回避する道を切り開いたんだ。複雑な罠がな。そうだ、思い出した。罠前のやり。よし、早く失せろ。任せとけって。坊主には忘れ物か。なるほど、俺の目を見つめに来ただけか。うわ、なんて大きいんだろう。これは山だぞ。当然だ。また罠か。トンネルがあるけど、父上は。行け。わかった。問題ない。Yeah!
早そうだけど。爪があったとこだ。でも門が。いない。動いた。でも止まった。何かに繋がってる。そうだ。使うんだろう。何か特別なものなんだよ、きっと。あれだよ。やった。
ウエがいたらな。よし、これであの岩まで行けそう。重そう。嘘でしょ。やった。きっとこれで装置が使える。山頂へ行けるかも。車に戻るぞ。